ソフトボールもやってるっていうところもあって両立とかがすごく難しい中で、語学の勉強も少しずつ入れながら、やっぱり自分の地元であるところで空港に携わる仕事をしたいなと思い、そこを志望して受かることができてよかったなと思います。私はもう部活動でもう人間性を磨いていただいたというか、監督さんにいろいろ言われた中で、やっぱり社会に通用する人間になるにはどういう人間になればいいかというふうに何回も考えさせられましたし、社会に通用するためにソフトボールをやってきてよかったなと。やっぱり部活動だけじゃなくて、勉強面も諦めずに勉強するということで夢が叶ったと思いますし、これからもその夢に向かって努力はずっとし続けないといけないなというふうに感じました。